どうも、秋葉大成でございます。いつもありがとうございます。はい。ということで、今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方、最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい。ということで、久しぶりにサザン語りますか、今日は。サザン喋りましょう今日は。でサザンはねもうめちゃくちゃ序盤の方に全アルバム解説と、そしてですね、まあ夏に聞きたいサザン50選みたいな感じで、まあもうねサザンファンとしてね、まあこの動画初期はめちゃくちゃサザン語ってきたんですけども、まあちょっとしばらく何年かサザンについての動画としてね上げることってなかったんで、すっごく今日は久しぶりにサザン喋りたいなと思います。でまあなぜかというと、まあ皆さんもお察しつくと思いますけども、まあ、茅ヶ崎ライブ、行ってきまして、まあ、行ってきましてって言ってもライブビューイングで、チケットはね当たらなかったんですけども、ライブビューイング見てきてですね、あの普段ですね、まあ、いろんなアーティストのライブ行ってですね、なかなかそのライブレビューってそこまで、あの浜ショーとかたまにやるんですけど、意外とねライブレビューってそんなにやらなかったし、でもなちょっとやっぱりねサザンのライブはねもう今回45周年みたいなこの盛り上がりもあるし、まあ、大ファンとしてですねサザンをやっぱりねライブの感想は喋りたいっていう、まあもうほんと身勝手な感じで、ちょっとね今日サザンね、もうほんと久しぶりにねサザンなんかこう有観客ライブみたいな感じで、久しぶりだったんでね、ちょっとサザン喋りたいなと思って、でねまあね本当にあのサザンのなんかボンギリ恋歌とかいうこうリレーとか、あの新曲もね桑田さんソロの時は新曲よく喋ってたんですけど、新曲も今回レビュー特になんかしなかったんで、まあそれもまあなんかもうごちゃっとして、ちょっとなかなかこう時事的なあの音楽ネタをあんまり最近喋るっていうことはなかったんですけども、やっぱサザンはねどうしても喋ろうじゃないかということで、今日は、シャサザンの、ライブの感想を、喋っていこうと思います。でね本当にあのまあ僕のようなというか、まあサザンファンでこうやって YouTube やってる音楽解説してる人とかミュージシャンの人とか、まあサザンのライブも結構みんなねレビューみたいなのしてるので、まあ今回普通にねなんかレビューしててもまあねそこまでね、まああの普通にレビューするのもいいんですけども、今回ねちょっとねこうサザンのライブの一曲一曲をちょっとこうパッと振り返りながらね、そしてその曲のオリジナルアルバムをこう見て、そのオリジナルアルバムでこの曲もやってほしかったなみたいな、なんかそういうちょっとねなんかサザンのこの曲も好きだなっていう、そういうちょっと視点でね、なんていうかもうサザンをまるっと語るとそういう感じでね今日は行こうと思います。でまあ今日もね語るなんて言ってますけども、なんか具体的にライブのね動向という細かい桑田さんのこういう動きがしてたとか、この時のアレンジがどうとかっていうことはそんなに喋らないです。この曲の実は成り立ちはどうとか、このアルバムの歴史はどうとかっていう解説ではなく、まあ本当にサザンの一ファンとして、もう本当生意気ですけども、もう本当小学生から大ファンの、もうなんもうサザンの曲なら全部もう本当に歌える、もう大好きなこの僕が、もう視聴者の中でもサザン好きな方とで一緒にねこの曲どうだった、ああだったでこれもやってほしかったよねみたいなね、なんかそういうちょっとゆるっとしたコミュニティのなんていうか皆さんとなんていうか会話ベースでやれるっていう、そういうちょっと動画にしたいと思いますので、まあもしね、皆様のご感想とかあれば、コメント欄の方にね書いていただければなと思います。はい、ということで、まあ、今日も長くなっちゃうと思いますけども、だらだらレビューしてい、こうと思います。皆さんの感想を喋っていこうじゃないですか。はい、ということで、まずちょっとライブ全体についてお話ししたいと思うんですけども、まあね本当に僕もねマジで生で行きたかったですね。本当によっぽどですね、ちょっとまあ自分もねちょっと忙しかったんでね、まあちょっとあれもあったんですけど、やっぱ茅ヶ崎行きたかったっていう気持ちはね正直ありますし、なんかね音漏れで結構なんか海岸で聞いてた方とかいて、最初音漏れで聞くのちょっと寂しいなと思ったんですけど、やっぱいいですよね、なんか良さそうな感じしてましたよね。なんか音漏れでこう海を見ながらサザン聞いてビール飲むっていう
か最高だなとかって思いましたけども、まあね本当に今回僕がだからリアルでサザンを見たのが君が見てくれが悪いんだからっていうのの宮城ツアーのね宮城で見たっていうのが、最後だったんですよね、だからコロナ前ですよね。でまあコロナがあって配信でサザンがなんかやってっていう中で、まあコロナ明けでね、まあサザンオールスターズ生で見れるっていうすごい出来事でしたよね。まあ当然チケットもまあ激戦で、まあ僕も当然外れて、まあライブビューイングはなんとか、受かりまして、ちょっと行ってきたんですけども、今回のセットリストとかのね感想はあくまで個人の感想になりますので、この辺ご了承いただきたいなと思うんですけども、ま、今回のライブってもうねマジでサザンってやっぱすげえな、当たり前ですけどね、ま、トータルで、ま、今回のライブはマジでですねサザン恐るべしって感じだというか、とんでもない名曲たちが多くて、サザンマジでこんだけ名曲やってくれちゃっていいのっていう風に思うぐらい鳥肌立ちっぱなしのライブでした。本当にすごかったです。っていうか改めてこんな名曲があるってやばいよねっていう気持ちもあるし、ファンだとちょっとマニアックなとこ聞きたいっていう気持ちもあるけども、45周年というそういったアニバーサリー的な時期にこの名曲たちと対峙した時に、改めてサザンの素晴らしさというか凄さというかモンスターバンドたるゆえんみたいなね、そういうところに改めてこう気づきを得るというか、日本国民としてサザンファンとしてのですね DNA 含めて全て細胞レベルでいろんなことが蘇ってきた。まあ僕は当時から生きている人間ではないけれども、まだねあれだけれども、なんかすごいサザンという歴史の目撃者になった、まあ改めてって感じですよね。で今回ね他のオリジナルアルバムと一緒にこうオリジナルアルバムの中の曲で、あこれもやってほしかったよねみたいな、これもやったらよかったよねみたいな話もします。ただそういう話するけど、僕はもうこのセットリストで完璧だと思ってます。ただなんかアルバムを見ていくとこんな名曲もあるよねみたいな、新たなサザンをみんなで一緒にサザンの曲たちをもう一回みんなで振り返ろうじゃないかという、まあ、そういうコンセプトでやってます。で改めてサザンすげえなって思ったのは、まずこうやって今こうアルバムをバーッと見てたんですよ。そしたらね今回の茅ヶ崎ライブでやった曲もそうだ、やんなかった曲でこんもうさらにもうすげえ曲たちがありすぎるという、曲セットリストを組む20何曲30曲近くやったとてそれでもまだあの曲も名曲だし、これも茅ヶ崎に似合うだろうし、これもやってほしいしっていう曲たちがあること自体がすごい。こんだけ名曲出してんのに、今回のライブで名曲こんだけ出してんのにさらに名曲あるっていうことがマジですごい。今回僕トータルでヒット曲を結構やってくれたおかげで、サザンの歴史の中のやっぱり俺たちすごいだろっていうのを、まあ本人はそんなこと思ってないと思いますよ、謙虚だと思いますけども、サザンってやっぱすげえよなっていうのがなんかわかる。総体としてね、もうサザンという名のでかいこう巨大な空母戦艦、サザンという戦艦を真上から見下ろした時に、あの曲もあるあんな曲もあるって、こうもうすごくちょっとごめんなさい意味わかんない例えですよね。改めて真上から見た俯瞰した時のサザンの凄さっていうんですか、それが分かったライブだなって僕思いますもんね。最高のライブでした。あんなライブ生で聴けた茅ヶ崎に行けた人羨ましい。そして海岸で聞いてみたかったという気持ちもある。はい。でね、すごく個人的な嬉しかったことを言っていいですか。全然どうでもいいんですけど、僕ライブビューイング行った時に本当何の事前情報もなく、僕4日目に行ったんですよ。最終日のライブビューイング見たんですけど、で何気なくこの T シャツで行ったんですよ。そしたらもう今回桑田佳祐さんがね、ビートルズ T シャツだったという、これがねなんかわかんなくて、なんかだからなんだって話なんですけど、なんか僕もビートルズ T シャツでこれとあと何枚か持ってて、なんかあんま着てなかったんだけど、たまたま今回このビートルズ T シャツ行って、あっちもビートルズっていうのがなんかわかんないけど嬉しかったっていう、なんかそういう感じですごく、まあ、だからなんだって感じなんですけど、でまあサザンオールスターズが、久しぶりに生でこう声出しもあってっていう感じで、でまあ茅ヶ崎ライブはね、灼熱のワンピーの、時以来10年ぶりでもあるし、まあ2000年のね茅ヶ崎ライブっていうのもあって、実際僕本当茅ヶ崎はね本当によく好きで、もう本当にサザンがっていうのもあるし、場所としてもすごく好きで、結構行ったりとかするんですけども、当日盛り上がったでしょうねっていうね、まあそういう風に思っております。ライブもすごく豪華で、演奏も良くてね、
って感じで、でちょっとセットリストについてですけども、豪華絢爛のセットリストというか、まあなんかサザン45周年おめでとうダーンってやるところで、すごいもうサザンと言えばという、まあまあ往年のヒット曲たちがいっぱい出て、まあだからどちらかというとこう僕とかのこうファンとしてマニアックな曲聴きたいという心理というのもね、もちろんまあありますけれども、ただやっぱりこうサザンといえばこの曲だという、もう45周年的なね、こともあって、まあものすごく僕のようなマニアックなファンだろうが、ね、サザン好きだろうという人たちだろうが、もうどんな人であろうが、もう完全に受けるセットリストだなと僕は個人的な感想ですね。で、まあ4日しかやらないっていう、まあプレミア感もあって、ライブビューイング2日合わせて20万人ですからね、まあ、どれだけの人気なんだということもあって、まあそういうもうね、大衆の人たちがもう見るという、しかも映画館のライブビューイングもあって見る、そういう中でですね、素晴らしい僕はセットリストだったんじゃないのかなっていうか、まああと、まあその茅ヶ崎という街というよりか、どちらかというとまあザ・サザンっていう、まあセットリストっていう感じですよね。個人的にね、本当に嬉しかったのが、まあなんか目立ち上がりの芸人ですとかっていう、このね、デビューの時のカメラ抜かれた時のあれをね言ってくれたこととか、4日目だからね、桜田淳子さんのね、ようこそここへクッククックっていう小ネタもあったりとかね、いろいろあったんでね、ちょっとそんなところもね、すごく良かったですね。あと登場の BGM もね、加山雄三さんの曲でこう入ってくるっていうね、あれも良かったですし、まあやっぱね、このビートルズの衣装、まあ、これも良くてですね、なんていうか、まあ桑田さんの夜遊びで言ってましたけどね、その辺のおっちゃんがステージ上がって歌うみたいなラフさみたいなね、テーマがあったみたいなねこと言ってて、それがね、なんか茅ヶ崎の海岸っていうところのこう風土感みたいなところとマッチしていて、なんかサザンが45年経ったんだという、まあその歴史の深さみたいなところもですね、まあ勝手にこう奥深くなんか考えちゃったりとかして、なんかすごく全体的にもまあお祭りムードのサザンという、そのサザンらしさも残しつつ、ただ成熟したそのサザンオールスターズという45年のモンスターバンドの、ね、大傑作も見たみたいな、若造のくせ生意気ですけども、そうこういうサザンの歴史っていうものをこう感じた、まあ、そんなね、ライブなのかなというふうに思います。というかね、赤のテレキャスとかね、ギター桑田さんのかっこよかったですし、桑田さん結構ソロを弾くこととかね、めちゃくちゃ多くて、すごいそれもかっこよかったですよね。ということで、まあ、細かい話はしないということだったので、ちょっととっととセットリストをね、皆さんと一緒にこうなんか喋っていこうと思うんですけども、何回も言いますけども、まあ、今回のセットリストは大満足で、プラスアルファでこれもやってほしいって個人的に思った曲たちをアルバムごとに紹介したい、サザンを相対的にみんなでちょっと改めて喋ってみようということなんですけども、今回もオリジナルアルバムだけにします。カップリングとか、ベスト版、バラットやら海の家やらとか、ハッピーとか、そういうのはまあ、省きます。ちょっとね、その前にチラッと言いたいのが、今回ね鎌倉なかったんですよ。アルバム鎌倉のアルバムからっていうのがなくて、ないよね、ないですよね。鎌倉がなくて、あーと思って、そっか鎌倉なかったかと思って、まあそれ以外のアルバムは割と順調に出てはいたんですけど、オリジナルアルバムで言うと鎌倉がなかったっていう感じかなっていう、そういうことをちょっと思いましたけども、まあでもすごい、まあというかアルバムもいっぱいありますんでね、まあ、鎌倉でも、まあ、夕日に別れを告げてとかね、まあ、鎌倉物語とか、まあその辺やってほしいななんて思ったりもしましたけども、まあちょっと、行ってみたいと思います。ということで、まず一発目ですね、市長言葉にご用心、はい、これ一発目はもう上がりますよね。でこれ一発目ね、僕予想若干してたんですよ。っていうのも桑田さんがね、夜遊びでですね、ライブ前の夜遊びでなんか一曲目がなんか茅ヶ崎の石といえば、なんかそんなことチラッと言ってたんですよ。で僕それガッと結構考えたら、やっぱサザンシーのことっていうのが、なでもエボシワもあるから、どれだろうみたいなことをこう考えてたら、市長言葉ですね。はい、もう大好きな曲ですよ。もう本当にもうこれ最高でしたよね。まあ、他のライブでもやってるんですけどね、もう最高です。これ毎回思うんですけどね、本当にこれ息継ぎ大変だなって思う曲でもある。まあ最高ですね。たまにはメイキングラブね、袖なきゃヘンドジョブね、素晴らしいです。これタイニーバブルスというアルバムでございます。でこれタイニーバブルスちょっと見てみましょう。はい、
まあ、タイニーバブルスも名盤ですね。僕も、解説しましたけども、はい、この中でやってほしい曲っていうのでちょっとチラッと見たいなと思うんだけど、2人だけのパーティーは、この前もやってましたし、どちらかというと僕はアレンジ面も含めると2003年のさすがツアーというか、あの2人だけのパーティーがすごい印象的で、これもやってほしかったなとは思うんですけど、はい。でタバコロードにセクシーばあちゃんは、あの灼熱のマンピーで意外なところというイメージがあってやってました。ヘイリュードもいいですよね。私はピアノどうですかね、高田瑞恵さんというイメージもあるかもしれないですけど、まあ原さんの割とももう最初の方のね、もうソロで桑田さんより先のソロデビューの、曲だから。で涙のアベニューもやってほしかったな。でも横浜ってイメージかな、これは。 To You ね、まあアミューズっていうことも、相まってね、アミューズ、まあ、45周年っぽいっちゃっぽいですけどね、はい。恋するマンスリーでも、個人的には聞きたかった。なかなか生で聞くことがない。そして松田の子守歌、はい、これもやってほしかったですね。でもこれは2008年の大感謝祭で歌ってたやつで、今回はだから原さんもね後ほど歌ってましたけども、はい。でまあ C 調ということで、でまあタイニーバブルで、僕タイニーバブルスの中だったら働けロックバンドですね、これ聞きたかったっていうのが一番強いかもしれない。うん、なんかやっぱりこう自分たちのバンドのことでね、やってますからね、こうなんか TV ショーとかね、なんかこう自分たちのバンドの歴史というか、なんかバンドとしてなんかの苦悩っていうかね、なんかそういう雰囲気があって45周年っぽいなって個人的に、思ったんで。そして続いて2曲目が女呼んでブギ、もう最高ですよね。これも NHK でっていうのもあるんですが、個人的にはとにかく嬉しかったです。これも真夏の大感謝祭を思い出した感じでございます。はい、まあ、これこそまあね、まあ、勝手にシンドバッドと、まあ、ほぼデビューのね、メジャーデビューのきっかけになった、イーストウエストで歌った、まあ、そういう曲ですから、まあ、45周年という一つずつのこうアニバーサリーにふさわしい気もしますし、やっぱこの歌詞ってもう本当になんていうか、こう、ある種の現代のアンチテーゼみたいな、コンプラだらけの世の中のアンチテーゼみたいな、なんかそういう、こう、なんか個人的な、うん、甲骨感みたいなのに、こう、なんかみなぎられるというか、そういう曲でもあるんですが、こんな呼んでブギ最高っすよね。やっぱこれこそなんていうか、スタンダードナンバーとしてのメロディーラインとバンドのアンサンブルが最高な曲って個人的に思う。はい。で、まあ、熱い胸騒ぎデビューアルバムです、これは。はい。見てみましょうか。シンドバッドはやりました。別れ話は最後に。これもね、聞きたかった。これはまあでも音楽トラさんで、なんか2008年の時によく歌ってた弾き語りとかでもっていう感じで聞いてみたいっていうのはある。当たって砕けろは見てくれが悪いんだからで歌って、でもこの当たって砕けろめちゃくちゃ僕好きだから、これも欲しかったっすね。はい。で恋はお熱く、これもね、なんか海っていうサザンっぽさみたいな、うん、これもなんか夏に聞きたいサザンベスト50みたいな時に喋ったと思うけど、この恋はお熱く、もうなんか久々に聞きたかったなっていう個人的なあれもある感じですね。はい。で茅ヶ崎に背を向けてですよね、これもね実はやらなかったんですよ。だから2000年の茅ヶ崎ライブの時はまあこれやってましたけど、茅ヶ崎に背を向けてってね、まあ、茅ヶ崎ライブだから絶対僕マストで入るかなと思ったら意外とやらないっていう。普通にこれ曲としてイントロも最高で好きですね。まあ瞳の中にレインボーとかレゲエに首ったけとかね、この辺はもうなかなか聞くことはないのかななんてこう個人的に思うんですけど、普通に好きなんで。でまあ愛しのフィート、これも大感謝祭のイメージありますね。年越しのイメージです。今宵あなたにとかもなかなか、なんかレアなイメージあります。そしてまあ MC が入るわけでございます。まあ、高齢者になってまいりましたみたいなこと言ってますけど、まあサザンの MC は毎回楽しみで、なんか今回ライブビューイングでトイレどうしようとか思ったんですけど、トイレ行く暇もないですよね。MC も最高すぎるんで、はい。ということで、MC 挟んで YOU ですね。はい。まあ、これもね、まあ、どちらかというと、もう、ほんと、サザンのライブの定番みたいなこともあって、大感謝祭の一発目でもあるし、いたし、まあ、これはもうライブ映えする一曲っすよね。で一応、ま、アルバムとしては、サザンオールスターズという、まあ、アルバムって考えて、ちょっと見てみましょうか。ということで、一曲目、フリフリ。まあ、フリフリもね、僕好きだから、どちらかというと、なんていうか、盛り上がるところのところで、こう、フリフリやるイメージもあって、すごい好きですね。スパイダーズですね。スパイダーズじゃないけど。愛は花のように、これは、
なんか YouTube に上がってましたね。これ配信ライブの時に歌ってたやつ。悪魔の恋、悪魔の恋も聞きたい。なかなか聞く機会もそんなないですもんね。忘れられたビッグウェーブも、SE としてなんかライブで流れるみたいなことはあるかなとは思うんですけど、このサザンオールスターズってアルバムの中だったら僕はオーガールをいつか生でちゃんと聞きたいっていう夢があるというね。悲しい胸のスクリーン。これ生で聞いたことないんで、これ聞きたいっていうのあるな。普通にこれ最高な曲っすよね。はい。で、まあ、女神たちのジョーカー、ね、見てくれでしたっけね。で、歌ってたので、おおって思ったっていう、これ大好きな曲です。はい。政治家ね。うん、政治家もいいですね。政治家もちょっと、まさに今の世の中をこう風刺するっていう意味で、歌ってほしい。で、僕はやっぱこん中だったら、さよならベイビーかな。やっぱりさよならベイビーかも。まあオーガールもめちゃくちゃ聞きたいけども、今回の茅ヶ崎ライブってこと考えると、さよならベイビー、ああそうだ、さよならベイビー聞きてえって思いました。なんかああそっか、さよならベイビーあったっていうね、これ聞きたかったな。これ普通にあの海の茅ヶ崎というところに合いそうなイメージもある。会いたくなった時に君はここにいないって、これもね、羊だよの時に歌ってたイメージがある。はい。そして続いて、My Four Play Music、はい。これ嬉しかった、めちゃくちゃ。僕ね、最近久しぶりにね、桑田佳祐ソロの宮城ライブ、明日へのマーチ見てたんですよ。で、まあ、その時に弾き語りでね、原さんとデュエットしてた My Four Play Music がすごくかっこいいっていうのが、あの時僕が、中1とかなのかな？その時 My Four Play Music ってやっぱかっこいいよな、みたいなの思ってて、これは聴けてよかった。もう盛り上がりますよね。これもライブの定番のイメージあるけど、絶対的に盛り上がるし、桑田さん自身多分やりたいって思うぐらいの曲なんでしょうね。はい。で、まあ宮城ライブの弾き語りというかデュエットのところで、しおりのテーマとラブアフェアがありますけども、それどっちもやってましたね。とこれはステレオ太陽族なので、ステレオ太陽族見てみましょうか。ステレオ太陽族、もうこれこそ僕超名盤だと思うんです。はい。ハロー、この曲本当にもう全曲やってほしいですね。ハローマイラブももちろんやってほしい。ね、マイフォープレミュージックやりました。素顔で踊らせて、これもやってほしいですね。2月26日という、まあ、桑田さんの誕生日も入ってます。夜風のオンザビーチかな。でも今回の茅ヶ崎ライブだったら、夜風のオンザビーチ聞いてみたかったなっていう気持ちあるな。これ最高っすよね。そして恋の女のストーリーもいいね。我らパープー仲間とかラッパとおじさんとか、この辺はやる時が来るのかな、ツアーでやるのかな。レステイかチャンスとかね、ステレオ大族、ムクちゃんの曲とかね、聞いてみたかったな、ムクがなく。朝方ムーンライトも聞きたいね。これも聞きたいね。朝方ムーンライト確かに、ね、いいかもしれないですね。はい。ビッグスターブルースも、あれで NHK のね、時の、なんか、一発目の曲なんかでやってましたね。はい。で、まあ、しおりのテーマということで、しおりのテーマは、やりますよね。はい。そして、続いて5曲目ですね。涙のキスです。もう、最高ですね。もう名曲がこうどんどん来る感じいいっすよね。僕が初めて、ギターを触った曲です。涙のキス、初めて人前で聴かせた弾き語り曲が涙のキス。もう本当思い出深いです。泣きそうになりました、これはね。まあね、有名曲だしね、歌ってることもあるんですけど、やっぱ改めて涙のキス聞くとね、ほんと感動するんですよね。で、これ一応世に万葉の花が咲くなりなので、万葉ちょっと見てみましょうか。はい。ブンブンブンね。これもうちょっと聞いてみたいな、生で。切ない胸に風が吹いてた。これもなんかやってたんでね、あれですけど、まあ、今回はやらなかったですけど、これもなんかちょっと執念っぽいなって思っちゃって聞いてみたいっていうのもあったかな。シュラバラバンバ。これもね、もうライブでは絶対盛り上がるっていう曲だし。そして、墓場ね。ああ、このアルバムだったら迷うな。墓場を聞きたいな。ああ、墓場、そうか。墓場聞きたいな。灼熱の時にね、歌ってたのが印象的でした。ヘアは、君は見てくれが悪いんだからの時に歌ってて、またこれもおって思った曲です。はい。でね、君だけに夢をもう一度。これはやばかったっすね。これ、後で紹介します。そして、まあ、ディンドン、僕だけのアイドルとか、ブリブリボーダーラインも聞いたかった。まあ、でも、ブリブリはね、なんか前もやってたんで、あれですけど、ブドウでやってたのかな。亀が泳ぐ街。亀が泳ぐ街やったらサザンはマジでロックだなって思ったりはしますよね。そして、まあ、クリスマスタイムフォーエバー。逆にこれやったらすごいですけど。はい。そして、続いて、夏を諦めて、
はい、夏を諦めて、まあ、これは僕やるなって思ってました。うん、この曲はもうマジで大好きです。はい、研ナオコさんね。まあ一つこれもなんていうか湘南とサザンの、まあ、代名詞であるサザンのカラーを作った曲でもありますしね。ね、江ノ島が遠くにぼんやり寝てるっていう歌詞とか、あと茅ヶ崎から見る江ノ島っていうね。これは嬉しかったですね。はい、この曲はすごく好きです。はい、じゃあこれは一応ヌードマンです。ヌードマン見てみましょう。はい、 DJ コービーの伝説、これも聞きたかったけども、はい、そして思い出のスターダスト、まあ、これも横浜のイメージがあるな。流れる雲を追いかけて、はい、これもやるときはいつなのか。今回虹色ザナイトクラブはやらなかったですね。ちょっとやるかなって思ってたんですよ。これ盛り上がりますもんね。空いたさ見たさやめるマインマインドとか、こういうのやったらもうやばかったですね。でもね、プラスチックスーパースター、うん、もうこれも好き。オークラウディア、そうだ、オークラウディア意外とやらなかったですね。なんか NHK でねっていうのありましたけど、あ、オークラウディアやらなかった、そういえば。うん、女流詩人の愛か、うん、これもすごく好きです。テレテテテテレってタイガーさんのコーラスを聞きたかった、この女流詩人のね。恋なジャマイカとかね。あ、ジャリトビット、これとかめちゃくちゃ聞きたいっすよね。もうコアなファンとしてはこれ超好きな、もうマジで聞きたい曲です。はい、そして続いてムーンライトラバー、まあ、これもね定番というかもう名曲っすよね、サザンの中では。まあアルバムですけど、これ最高、まあ、秋に聴きたいっていうのもあるかな。うん、まあ、これはちょっと僕はね、個人的にあの渚園っていうサザンのライブの、ムーンライトラバーが印象的なんですが、このムーンライトラバーなんかこう海をバックにこうライブビューイングだとこう海のなんか航空写真というか、あれをがこう見えるんですよね。でそれでなんかこうサザンのライブ会場と、もうほんと目の前海のところをこう上から見下ろすみたいな、なんかあの流れでこうムーンライトラバーっていう曲がすごく僕はいいなって思って、うん、すごく良かったです。まあ、相変わらず名曲なんですよねこれ。もう全然話それますけど、なんかねサザンのライブビューイングって、ライブもちろん現地で行っても歌詞モニターはサザンって毎回あるんですけど、ただやっぱね映画館で歌詞とサザンがリアルにこう見えるっていうので、結構ね今回僕歌詞に集中してたんですよ。で歌詞も見ながら音楽も聴くっていう感じ で、やっぱ歌詞いいっすよね、ムーンライトラバーって。改めてですけど、まあ、今更かって感じですけど、一応ヤングラブですね、ヤングラブ見てみましょう。胸いっぱいの愛と情熱をあなたへ、これも聴きたい。ドラマで始まる恋なのに、これもまあレアっていうか、うん、すごく聴きたいし、普通の王道の名曲っすよね。あ、愛の言霊、僕今回やると思ってたらやらなかった、意外と。これもまあサザンの、まあ、由比ヶ浜とかね出てきますし、ヤングラブ青春の終わりに、これもいい曲です。ロックンロールって感じ、 UK って感じ。はい、汚れたキッチン、まあ、これもどうだろう、風刺。はい、あなただけを、そう、あなただけをのねやると思ってたんですよ。あなただけを意外とやらなかった。あれ見てくれだっけ、ブドウだっけ、なんだっけ、なんだっか、何のライブか忘れましたけど、あなただけをやってて、久しぶりにあなただけをやってたの嬉しかったっていうのは、あーでもこれあなただけを聞きたかったな。海でもあり、サザンのなんていうか、もうサザンなりのこうウォールオブサウンドというか、フィルスペクターを感じるというか、これ確かに聞けたらやばかったかもしれない。こういうの歌を歌いましょう。地味に僕好きな曲です。マリワナ伯爵、やるやらない、愛なき真名護、恋のジャックナイフ、あ、ジャックナイフも聞きたかったな。ソウルボンバーは武道でやってたのか。で太陽は罪のやつやりましたね。心を込めて花束をこれもやってほしいですね。はい、そして栄光の男です、続いて。はい、でもさっき言いましたけど、僕今回歌詞とセットで見てて、一番ね意外とね一番うるっときたのこの栄光の男なんですよ。栄光の男の歌詞が今めちゃくちゃ染みたんですよね。ピースとハイライトとか出された時って高1とか中3ぐらい、そんぐらいかな、だったんで、で今だいぶね、まあまだ25だけども、ここまで来て久しぶりに僕栄光の男聞いたんですよ、今回のライブで。栄光の男だと思って、そしたらもうね、なんか歌詞がやっぱもうポローンと泣けてくるんですよ。
なんか満月がね、あのビルの隙間からおっちょこちょいとみたいな、その歌詞とかね、老いていく体は愛を知らずに満足かいとか、なんかすんごい久しぶりになんか刺さったっていうのが、栄光の男でした。これはあのアレンジしてましたよね、歌い方。2番の A メロとか、ビールは天にそびえみたいな感じで、ちょっとディランっぽかった、感じのアレンジ。僕はすごいこれ良かったですね。桑田さんそういうのやるの珍しいなっていう気持ちはしました。はい、そしてオーサマークイーン、これがめちゃくちゃ良かった。これね、真夏の大感謝祭思い出しますけどね、アイアムヨアシンガーっていう感じですけど、そうだ、アイアムヨアシンガーやんなかったですね。今回やるかなって個人的には思ってましたけど、アイアムヨアシンガーやらずにオーサマークイーン、これ NHK でもっていうのはあるから、あれかなと思うんですけど、これ今回あのギターボーカルでやってたのがすごい新鮮でした、個人的に。はい、もう最高、盛り上がりますよね。燃えろ、ワン、ツー、スリー。で、そんなヒロシに騙されてって感じですね。これも良かったですね、原さん。原さん何やるかなって今回考えて、僕はね、あの、鎌倉物語って思ってたんだけれど、確かに婦人の肖像で原さん、確か、鎌倉物語とかね、その、まあ、鎌倉で実際ライブやってるし、そうなった時に、私はピアノかなとか思ったけど、ヒロシでしたね。モズライトギター的なね、ちょっとこう、なんかグループサウンズじゃないけど、かやま節という感じの、やっぱりあれ、アレンジとかギター、普通にかっこいい曲っすよね。もう最高でしたね。原さん途中で前出てきましたけれども、はい。これ綺麗ですね。はい。マチルダベイベー。あ、今回マチルダやらなかった。意外とミスブラとセットで行くかなって思ったけど、意外とマチルダやらなかったですね。で、まあ赤い炎の女、やってまして、何年か前に。意外と綺麗のアルバムって、ちょっとマニアックな感じは個人的にはしますけども。あ、ネバーフォールインラバーゲインは秋っぽくてやってほしかったけども、これ灼熱でやってたのが、印象的でした。はい。イエローニューヨーカー。サラージェーンとか聞きたいな、生で一回でいいから。エマノンとか聞きたい。旅姿やんなかったですね。なんやさんですからね、舞台監督。ミスタースイーズンラガじゃ、マチルダかな、この中だったらやってほしかったのは。やっぱりマチルダ。まあ、個人的にサラージェーンとかエマノン聞きたいっていうのあるけど、マチルダかな。はい。そして、エリー来ました。はい。愛しのエリーです。もうこれこそもうサザンのな、もうトップクラスの名曲ですよね。愛しのエリーをなんか映画館で聴けた喜び、そして45周年を迎えられたというそこで聴けた喜び、エリー最高だったな。今回自分的ハイライトで言うと栄光の男と、まあ、この後紹介する君だけに夢をもう一度と、やっぱエリーかもしれないと思っちゃった。珠玉、不朽の名曲だけども、改めて映画館でサザン45周年、愛しのエリーってもうなんやこれって感じですよね。もう素晴らしすぎる。最高に感動しました。ね、一応10ナンバーズカラットとして喋りましょう。はい、10ナンバーズお願い DJ 奥歯を食いしばれ。はい、今回ラチエン通りやらなかった。ラチエンも僕想像してたんですよ。茅ヶ崎だしね、ラチエン通りやるかなって、僕もラチエン通り何回も言ってましたけどもね、思い過ごしも恋のうちもやらなかったですね。気分次第でも今回ちょっと僕も予想してました。10ナンバースから結構予想したかな。気分次第でも一応なんかこうサザンの最初の大変だった歴史を語る上で、ね、気分次第で攻めないでもうやるかなって思ったけど、やらなかったですね。これなんか配信でやってましたっけ？レッドイットブギー、これもいいですね。ブルースへようこそ、愛しのエリーということでございます。はい、そして続いて歌え日本の空。はい、新曲ですね。打ち込みのイメージあったけど、もう実際ドラムでやるとまたいいですよね。なんかね、これはあのレビューはしなかったですけども、ちょっとこう僕は個人的にこうなんとか、まあサザンのこうハワイアンってあったりとか、南国的なね、なんか要素も持ちながら、リズム的にはボサノバな雰囲気も勝手にこう感じたりとかしてて、しっとりしたサザンの中ではこう、そういう曲調なのかなって思うんですけども、最後のね、My Hometown っていう、こう、なんか張るところとかね、メロディーラインとして僕は、やっぱ桑田さんのメロディーラインって不滅だなって思う、大好きな曲で、バンドで今回ライブでね、サザンのアンサンブルで聴くと、やっぱりこの曲、あ、サザンだなって思いました。そして続いて、君だけに夢をもう一度。まあ、これがね、今回の、セットリストの中では割と、まあ、マニアックでもないんだけどね、マニアックでもないけど、おーっとなる感じかなっていう
風に思いました。もうこれ配信のライブでも歌ってるんですけど、これがねめちゃくちゃ好きですね。はい、君だけに夢をもう一度、もうこれイントロかかった瞬間に僕もなんかうわーって思いました。なんかちょっと不思議な曲ですよねこれ。異世界に飛んでくようなもうこの曲って、なんかこの曲独特のなんか湿度のある世界っていうのがあって、いやマジでこれ好きなんですよ。で僕以上に好きなのが、僕の友達でサザンファンの友達が、君だけに夢をもう一度だけが一番好きってやつがいて、これが一番かなっていうのは、カラオケいつと行くとそいついつもこれ歌うってやつがいて、なんか僕は個人的にそいつとよくカラオケ行ってたことを思い出したりとか、でそいつね意外と今回茅ヶ崎ライブ当たった、悔しい、よかったなと思いますね。よかよ聞け、生で聞けてよかったな、友達聞けてよかったな。でも僕も大好きな曲ですからね、もうこのイントロ始まった瞬間からもうドキですよ。もうそのイントロからパーンパッパッパーンパッパッパーンっていう、もう冷たいシャツはって最高ですよね。もうこのメロディーの君だけに夢をもう一度って、このリズムですよね。これがなんていうか、もうサビの美学じゃないけど、もうサザンのメロディーとアレンジの美学じゃないけど、なんかわかんないけど元気になるっていう要素の真骨頂が僕はこの君だけに夢をもう一度だと思っております。そして続いて東京ビクトリーですね。まあこれも思い出深い曲です。はい、サザンのもう代名詞にもなってきましたけどね、ちょっと嬉しかったですね。やっぱりオリンピック期間ね、コロナ禍があって、それでまあちょっとね、なんかサザンとしてこうっていうのもあったんで、なんか生でやるっていうかね、そういうサザンとしての気概みたいなのも感じました。で、すいません、栄光の男の時に、ちょっと葡萄というアルバムをちょっと紹介し忘れたので、東京ビクトリーも葡萄なので、葡萄をちょっと喋りますね。はい。はい、アロエ。はい。まあ、アロエは人生の応援歌。青春番外地。これも多分、桑田さん気に入ってそうですけどね、今回やらなかったですね。あー、ハッピーエンド聞きたかったな。今回、原さんとのって、まあ、デビュー45周年みたいなアニバーサリーチックには似合いそうですよね。まあ、ミッシングパーソンズも普通にロックとして好きな曲。ピースとハイライトも、まあ、ちょっと世間をこう、憂うというか、まあ、風刺的なイメージがあって。あ、嫌なことだらけの世の中っていうとか、久々に聞きたいな。天井桟敷の怪人。うん、これも、まあね、ちょっとこう、面白い曲というか、あ、彼氏になりたくてもね、ちょっと聞いてみたかったですね。うん、F から始まるやつですね、珍しく。はい。ワイングラスに消えた声。原さん。そして栄光の男。平和の鐘が鳴る。これも普通人曲ですもんね。まあなんか今ね、戦争という中で、まあウクライナという情勢の中で聴きたかった曲でもあるな。はい。天国オンザビーチ。これもやるかなってちょっと予想はしてましたけども。はい。やらなかったですね。道。はい。素晴らしい曲。バラ色の人生。ホタルも聴きたかったな。名曲ですよね。はい。そして続いて、しおりのテーマ。はい。しおりのテーマはもう、こう、もう僕がね、僕はおこがましいんですよ。もうサザンの中で一番好きな曲という、そんな野暮な質問をしてくれるなと、いつも思ってます。そんな一番なんて選べるわけねえだろうと、ね。爆笑問題の太田さんもよく言ってますけども、選べないと。ただ、無人島に一曲サザンの曲を持っていくとしたらということを考えると、もう僕はやっぱり、しおりのテーマかなって思う。マジで好きなやつです。はい。なので、嬉しかったです、個人的に。もう、やっぱり、これ何度聞いてもいいんですよ、もう。もう、毎回のライブでしおりのテーマは必ずやってほしいっていうレベルで、これぞサザンです。はい。一応これはステレオ多様族なので、アルバムは省きます。はい。そして続いて、太陽は罪のやつ。まあ、これはもう絶対盛り上がるよねっていうやつですよね。まあ、NHK もありますけども、絶対に盛り上がる。高音の桑田さん、声出てましたよね。愛欲にときめくステイ。もう最高っすよね。ちゃっちゃっちゃら、ちゃっちゃっちゃちゃら。ね。もうこれ、なぎさえんの1曲目の時の僕は、それを初めて見たのが DVD で見たのがサザンのライブだと思うんですが、なぎさえんの1曲目のこのもう、恍惚感からもうずっと忘れられず、太陽は罪のやつはマジで好きです。絶対ライブ映えするし、盛り上がるよ。一応ね、ヤングラブで、さっきもヤングラブ行ったので、言うことはありません。で、続いて、真夏の果実。はい。まあ、真夏の果実も、もう、サザンの代名詞ですよね。てかもう、この、愛しのエリーと、真夏の果実と、しおりのテーマと、涙のキスと、俺らがこう、サザンのこう、外せないよねっていう曲じゃないですか。
なんかもうサザンといえばのもう90年代のもうサザンの顔的な曲、そしてもう知らない人はいないだろうと、もうエリーと並ぶもう名曲ですよ、往年の。それをここでやることのね、感動はすごかったっすよね。もう歌えてましたもんね、この高いキーを。素晴らしいっす、もう最高っす。やっぱあのチャーンチャーンチャーンってなったイントロ入った瞬間の会場のざわめきとかね、なんか含めてやっぱすごいものがありますよね。だってビューイング会場もわーですからね。まあエリーもそうですけどね。はい、もうじゃあちょいちょいこれ一応、まあ一応ね、じゃあ稲村ジェーンというか、アルバムとして見ましょうか。はい、稲村ジェーン希望の私をやりました。後で紹介します。ビッグウェーブ美しい姿なので、まあラブポーションナンバー9ね、マンボ、東京サリーちゃん、マリエル、愛して愛して愛しちゃったのよと、いうことで、まあこのアルバムはね、アントラ的なイメージですからあれですけどね。まあ真夏の回数は個人的に普通に嬉しかった。はい、そして続いて秘密のデートですよ、ラブアフェア、秘密のデートっすよ。もうやばくないですか、太陽は罪なやつからの真夏の果実があってね、それでその前はしおりのテーマ、愛しのエリー、涙のキス、もうそしてね、夏を諦めてもな、そうです、愛しのエリーも、そんな名曲の中でラブアフェア、秘密のデートが来るんですよ。でこう見るとね、サザンってやばいなと思いますよね。愛しのエリーのデビュー、まあシンドバッドもそうだけども、そこから70年代からもう80年代ガー行って、90年代初期でマラスの果実ダカーン行って、でマジで90年代の名曲もういっぱい他あるけど、90年代後半にこれまたラブアフェアっていうもうド級の名曲出しちゃうみたいな、そう考えるとやばいですよね。この45年の中でのこのもうヒット曲の量ですよ、誰もが知る曲たちの多さ、これこそサザンがスタンダードでもあるけれど愛される理由ですよね。やっぱここでラブアフェア出すっていうのも、なんか一つのこう今回のセットリストもこう時代を感じさせますよね。サザンってやっぱすげえなって思っちゃうセットリストですよね。はい、もうラブアフェアはもう案の定名曲ですよね。意外とね、僕ちょっと深読みすぎてたかもしれないです。でも今回茅ヶ崎だからラブアフェアやんねんじゃねえかっていうことも思ったんですけど、やっぱやってる方が正解ですよね。まあ一応ね、これもまた定番のね、桑田さんの最後のアウトロのところで Tonight we knew I knew でもロネッツのね Be my baby を歌うという、まあこれもよいいっすね、最高っすよね。桜、はい、桜見てみましょうか。はい、ノノイエゴゴイエ、こういうのやってくれたらマジでなんかすげえなって思いますけど、ヤーレンシャッフル、はい、マイフェラレディも聞きたいな、生で一回マイフェラレディ聞き、そしてラブアフェアで爆笑アイランド、今回やんなかったですね、結構イメージあって、あーブルーヘブン聞きたかったな、これもなんか海っぽくていいですよね。まあ暗い愛ぐらいとかラッシャーメンの歌とかあります。あ、湘南セプテンバーもマジで茅ヶ崎っぽくて聞きたかったな、じゃーん、じゃじゃじゃーんってね。まさにでも湘南セプテンバーってもうあそこですよもんね。一日オクトーバーになっちゃいましたけども、一日だけ湘南オクトーバーになるけど、ほんと湘南セプテンバーですもんね、あそこね。まさに。ね、9月。ね、そしてパラダイス、私の世紀末カルテとか、この辺のちょっとこう、ちょっとパンチのある曲たちも聴きたかったですね。サウダージはよく最近やってるイメージがあるな。ティーサイドウーマンブラスだ、これ。あ、これも聴きたかったな。これこそまたね、片瀬川とかね、江ノ島にね、もうなんか湘南っぽいですよね。まあ、ゼロワンメッセンジャーさ、素敵な夢を叶えましょうが、僕は一回生で聴くのが夢。素敵な夢を叶えましょうは聞きたいよね。これ一回生で聞いてみたいよな。これやるかなってちょっと密かに期待してた自分はいますよね、今回。南十字に戯れる星に願いを、まさに サザンとファンのことですよ。まあ、今回はあれだけど、今後のツアーでね、聞いてみたいですね。はい、そして、盛り上がるところっすよ。ミスブラ、来ましたね。ミスブランニューで、まあ、これこそ絶対やると思ってました。
やっぱりね、サザンのもうミス・ブランニュー・デーって原曲の良さももちろんあるけど、もうなんかライブの曲になっちゃったなってイメージありますよね。もうマストです。マチルダもそうです。今回はマチルダなかったけども、マチルダとミス・ブラはもうライブの感じですよね。はい、ミス・ブラはまあ外せないですよね。もうあのパッパッパンパッパンってもうこのイントロになっただけでもうなんかもううわもうありがとうって感じじゃないですか。はい、人気者で行こうです。はい、人気者で行こうもやってたかな。他ちょっと見てみましょう。ジャパネゲ、よどみない枯れて前、これもいいですよね。ゆうべめったらってちゃって全然開きっぱなしのマッシュルーム、あっという間とか意外とやってほしかった。あっという間の夢のトゥナイトとかマジ好きです。はい、シャボン、あ、海やんなかったね。海やってほしかったっすね。海聞きたかった。そう思うとマジで聞きたかった曲多いな。夕方ホールドオンミーとか絶対聞きたかった。あーすごいっすね。そう考えると人気者たか、そっか、人気者ってやっぱ海聞きたかったな。まあ、夕方も外せないな。でもな、女のカッパ、アメリケン情緒は涙の河原、南波くんのジムね、お祭りはラッパッパ、ディアジョーンとか聞きたかったな、個人的に。はい、そしてボンギリ恋歌。はい、やっぱこれ僕もうマジでね、この曲に関しては発表と同時にもうマジで好きになりました。ちょっとこうサザンらしさのこうちょっとこうね、なんかいろんななんか言葉たちを詰め込んで、その韻を踏みながらサザンのこうグルーブというか、まあサザンらしい世界を表現してると。でまあ桑田さんらしいこのちょっとメイドな雰囲気、まあちょっとこう桑田さんのこうなんていうかソロで言うとね、あの銀河の星屑じゃないけど湘南というものと、あの浮世と、あの世とみたいな、ああいうこう宴な感じっていうんですか、もう大好きですよね。一種のこう愛の言霊のこうなんかさらにみたいなイメージもあって、やっぱボンギリはね、もうやっぱライブ映えしますよね。これもう最高っすよね。でもマジで僕好きっす。これ吉尾さん見に来てたんですかね。なんか吉尾さんとか出てくるかなとか思ったんですけど、夏クラブの、はいマジで最高です。そしてみんなの歌ですね。みんなの歌はね、まあこの曲が始まる前になんかオーバーチュア的なブルース調な感じで、なんかいろんなことあるけども水に流すのはどうだいみたいな感じでやって、でもう俺我慢できないんで、秋風に濡れるのは嫌だろうけど俺もう我慢できないんだよみたいな、あの感じのブルースのオーバーチュア始まって、ホース持ってこう愛を止めぬ、やっぱこれぞサザンって感じだよね。なんかもうこれもね、一回自分の夢です。まだ僕ね、リアルでサザンの放水浴びたことないんですよ。みんなの歌の水を浴びたいな。あのもう紙コップでもいいからさ、あの紙コップでも最近やんなくなったけどね、紙コップに水入ってこれを投げるみたいなのあったね。ああいうのとか一回こうキャッチしたいなっていうのはもうマジで、もう思います。はい。そして、もうマンピーですね。これはもうマンピーの G スポットはもうこれはもう、間違いない。間違いないですね。はい。まあ、でこれもまた面白かったです。マンピーの相変わらず、あのなんかナンバープレートみたいなこう今回ね、あのカツラかぶってましたけども、始まる前のこうジャッジャーみたいなロケンロールって言いながらこう踊るとことかね、出たよマンピー出たよっていうこのね感じ、思いますよね。でこのマンピーね、今回のまた面白いんですよね。最後マンピーの時に桑田さん最後ね、なんかこうカメラ、でっかいカメラを持ってこうやってダンサーの女の子のこうスカートの中こう盗撮するみたいな感じで、それでなんかね、イクミちゃんだからわかんないけど、こうだからバーンってふざけんなみたいな感じで怒られるんですよね、桑田佳祐さんがね。その時にこれが俺の生き様だよみたいな、ちょっと開き直るみたいな演出だったんだよですよね。でなんかこれがなんか3日目か4日目みたいな感じで、その前はごめんなさいって言ってたらしいんだけど、今回この桑田さんが開き直るっていうね。でなんかね、わかんない、これすごい僕ね、なんか思ったことがあって、なんかね、今の時代こういうことちょっとコンプラ的にどうなのみたいなさ、そういうこう風潮ってあるじゃないですか。なんか盗撮とかするので、こう俺の生き様はこうなんだっていうのって、でなんかさらにね、最近もうなんかツイッターとかなんかでやっぱこうなんか盗撮は絶対ダメだけどさ、盗撮しちゃいけないのは分かってるけども、人のことを誰でも撮って誰でも SNS に上げられちゃうっていう、この一種のこうなんか盗撮社会みたいなとこの恐怖
あるじゃないですか。なんかそこのね、なんか世の中の生きづらさ。でも桑田佳祐さんはそういう、なんていうの、本人は別にそんなこと絶対しないけども、一つのこう同系役としてね、サザンである桑田さんっていう人自身はね、やっぱりこうおちゃらけをこう演じてきた部分って絶対あると思うんですよね。でまあそんな桑田佳祐さんがここまでこうやってこれたっていう、このなんていうか一つのスケベ心っていうんですか、それがね、なんていうかやっぱ大事で、何でも規制規制規制とか、何でも拡散拡散っていうね、ああいうところへの僕は一種のアンチテーゼのように、僕はジェラシーを感じました。逆にまあもちろん盗撮は絶対しないですし、電車の中で絶対盗撮とか絶対ダメですしね、女性のスカートの中盗撮絶対ダメですよ、絶対ダメし、やらないですよ、そんなことやらないですよ。だから誰もやらないんですよ。やる方がおかしい。でもやる方がおかしいし、やるやつもいるんですよね。だから桑田さん的には、そんなのは桑田さんも絶対やっちゃダメって絶対思ってるけども、何でもかんでもスケベっていうことを言うこと自体もなんかこう規制されたりとか、いや男なんてスケベなんだからさ、まあ、盗撮は絶対そういう風にこうね、行動には映さへんけども、でもそういう男のジェラシーってやっぱあるよなっていうか、何でも規制してね、下ネタ言うことぐらいいいじゃねえかって、それもダメっていう世の中のこう、なんていうか規律正しすぎる世の中への一つのなんかメッセージのように僕は感じました。何言ってるか分かんなくなっちゃいましたけども、いいじゃねえかっていうね、いいじゃねえかって、だから何回も言うように、盗撮とか痴漢とかしちゃダメなのよ。これはダメなのよ。でも逆にもう全部規制してしすぎるから、普通の人もなんか、ちょっとこんなこと言ったらセクハラになる、みたいなね、ことになっちゃう。ね、そういう世の中の生きづらさみたいなやつですよね。ていうか逆にこうみんな規制してすぎるから、変にこう、電車の中で盗撮するやつ、頭おかしいやつとかが出てくるみたいなこともあんのかなとか思って。なんかね、そこっすよね、僕は。そんなことをね、思いました。はい、ごめんなさい。マンピーが長くなりすぎ。でもそう、マンピーのところをね、一つこうって言ってましたからね。はい、そんなことはいいですけども。はい、そしてアンコールですね。ロックンロールスーパーマン。これも泣きましたね。はい、もうね、ロックンロールスーパーマンね、なんかやんなかった日もあったということで、ロックンロールスーパーマン、もう大好きです。はい、キラーストリートです。はい。ロックンロールスーパーマンってやっぱ歌詞がもう僕はすごく好きですよね。うん。もう最高っすよね。ということで、キラスト、空っぽのブルース、セイシェル、アジアやってほしかったな。ジャンプ、夢と魔法の国、これもいいですね。神の島、遥か国も聞いて、あー、涙の海で抱かれたらやらなかったですね。今回やるかなと思いましたけども、山ありひょん、ままと。ボーボとかちょっと期待しましたよね。ボーボやってほしかったな。でも、ごめんよ、僕がバカだった、だとかやらなかったですね。意外とこれもね、やってほしかったですけども、引き潮やってほしかったな、引き潮。ね、引き潮も生で聴きたい曲であるよね。そして、やや。はい、やや。これは名曲っすよね。まあ、大感謝祭の最後の曲であり、灼熱のマンピー2013年の1曲目でもあるという、まあ、しかもまあ、ややこそが、サザンの、まあなんていうか、ベターデイズから始まったサザンの45周年を祝うにふさわしいですよね。で、まあ秋ですしね。うん、今季節的にも秋だし、名曲です。はい。で、希望の輪立ちですよね。まあこれは絶対やるなっていうのはありますよね。はい。で、希望の輪立ちがね、まあ、茅ヶ崎の発車メロディーもそうだしね。絶対やってほしい曲でもある。はい。そして、勝手にシンドバッドで終わると。デビュー曲で終わる。だから今回勝手にシンドバッド、僕は中盤のミスブラあたりのとこの盛り上がりの最後で、要するにアンコール前の最後でやるのかなっていう予想はしてましたけども、今回前編の最後でやりましたね。はい、ということでですね、どうでしたか皆さん、長くごめんなさいね。ただやっぱりね、サザンのライブってもうなんていうかもう伝説っすよね。で、これだけね、名曲出したサザンですよ。もう今回は名曲のもう宝庫です。で、でもこうやってアルバムを一個一個見ていくと、この曲もやってほしいよね、あれもやってほしいよねっていう曲たちがいっぱい出てくるんですよ。ってことはどんだけね、まあ茅ヶ崎にゆかりのある曲もそうだけども、どんだけ名曲の草やもう気が済むんだっていうことですから、もうすごいとしか言えないです。もうあっぱれです。で、まあ今回のライブはもうトータルでもう最高でした。
100点です。もう素晴らしすぎます。はい、ということでね、今回ちょっとざもう長くなってごめんなさい。改めてサザンの偉大さ、そしてサザンの今後の活動ですよね。もしツアーやるとか年末年越しやるのであれば、ここに載ってなかった今回やらなかった曲も聞きたいし、でも改めて愛しのエリーとかももう一回聞きたいし、もうどんだけ期待させてくれんだサザンっていう感じでございます。ということで長くなりましたんで今回以上になります。ありがとうございました。